さよならでつらいカープお笑い、さよなら玉ブラエンゼルス負け、次のマツダスタジアム日ハム戦では絶対勝とう、まだこっからよ、特に苦手な球団と先にできたと考えてこっから先を5分で行く気持ちでね、まあでも近藤はほんまバケモンやわ、打たれる岸下線笑い、チームの成績が振るわなかったらシーズン途中でも監督解任になるやん、次のマツダスタジアム日ハム戦では絶対勝とう、今日の広島東洋カープ論一度は土壇場で追いついたけれど結局負けたのか、ホークス戦の予想外としてはエラー続出と小僧末冷え気味かな、コウスケのホームランもコウスケが頼りになるだけであって末金が上つかずにつなぎの意識持てば勝ちもあったからな、奇跡起こしたけど無意味なんがちくさ、ソフトバンクアレルギーは全く治らないね、三立てだけは回避したかった、負けた試合でコウスケ延命なのめっちゃおもろいよな、新井は負けたことよりも家族の活躍で頭上書きされる傾向にあるからもう終わりやね、けど中継ぎはさすがに休ませたいな、島内強いて言うなら尾形に支給がもったいなかった、石原もそこを徹底してほしかったな、ご視聴ありがとうございました。